はい、どうもこんにちは、ツナカンです。今回は、マインクラフトのハンガーゲームズの実況をしたいと思います。第1回ですね。このサーバーはモンキーサーバーといって、こうやって職業が選べて、自分はファイヤーマンっていうのと、このやり方わかんないんですけど、これを買ってます。課金制ではないです。寄付とかはできるんですけど、寄付すると、この名前の表記が色が変わりますね。あと30秒でゲームが始まります。このサーバーで、一番大事にしなきゃいけないのが、キノコスープっていうのの存在ですね。キノコスープは殴ってる最中に、右クリックですぐに、HP が回復できたりできるんで、絶対に必要ですね。まずは雪山の方に行きたいですね。雪山の方に出れるのがいいんですけど、いまいち場所把握できてないんで、ここも多分マグマですね。とりあえずマグマを、ファイヤーマンっていう、火が効かない、職業ですね、があるので、取りに行きたいと思います。キノコスープなんですけど、原料はサボテンかカカオ豆か、普通にキノコ、どれかですね。ご飯とか必要になってくるので、牛を、火で殺して、こんな感じで、焼き肉にしました。この火打ち石なんですけど、持つだけで、右クリックしなくても、使えます。で、ファイヤーマンなんで火の効果は、ありません。この雷は、あれですね、敵がプレイヤーが死ぬ時とか、または死ぬ時か、雷落とすキットっていうか職業があるので、それで落とすかのどっちかですね。で、ハンガーゲームズが始まりますね。この無敵時間っていうのは、基本的にこの時間に石けとか作らなきゃいけないんですけど、ちょっと作業が遅れちゃったので、今から作りたいと思います。ここで敵に攻撃されたら、ちょっと音大きいんで、ちょっと小さくします。大体5つぐらいですかね。取ったら、石剣作りたいと思います。この時に、攻撃されないように一応マグマ貼っておきたいと思います。間違えました。すいません、ちょっといつもよりさ、で、次キノコスープを作りたいと思います。はい、これで出来上がりです。このサーバーは結構簡単に作れるのでいいですね。はい、では実際に敵と会って戦ってみたいと思います。ごま塩さんですね。狙っていきたいと思います。このコンパスっていうのを
敵の位置が把握できるようなもんなんで、はい、こっちの方ですね。あ、ちょっとプレイヤー名が変わってますね。足みゆ2363ですね。あ、牛でした。敵かと。まあ KD が 35% 以下だと初めからまあキノコスープが多少あるので結構戦いやすいですね。あれ、こっちの方、ここら辺に、あ、この下の洞窟ですね。多分どっかに洞窟の入り口があると思うんで探しますね。あ、はい、ここですね。あ、違う、ちょっとここは溶岩の方が使えそうなので溶岩垂らしたいと思います。あ、やばい、あ、はい、勝ちました。まあちょっと危なかったです。いや、結構危ない。まあこんな感じで、怖かった。はい、まあ打ち切る無事できました。多分ここで徹夜してるんで、まあ早いとこ、あ、できないです。装備を作りたいと思います。プレイヤークラッフェルトもっと危ないんで、出るはずなんですけど、あ、やっとですね。どうしよう、ボーナスチェストに向かいましょう。まあ今行っても多分負けると思うので、ボーナスチェストに向かいたいと思います。こっちが X がプラスの方のボーナスチェストに行きたいと思います。あれ、あ、あれですね。あ、強いチームだ。やばいな。シフトしてとりあえずちょっと隠れます。あのプレイヤー殺したいと思います。プレイヤー、よし、こうやって火にして OK。 一人は倒せましたね。もう一人いけるかな。あの人ちょっと強そうなんですけど、後ろから、あれ、あと、あ、ラストバトル、あ、やばい。あ、プレート。あ、ギリギリ取れました。ちょっといろいろセットしたいんで、まずは集中しした空前に逃げたいと思います。筋肉を食べます。筋肉はあんま使えないんで、
人行きますね。そうですよ、あの人はとりあえずこれしましょう。どこだ、あ、ここ木の上ですね。ほんま臭い。ジョーカーさんですね。ジョーカーさん殺したいと思います。あの人めんどくさい。やばい、後ろ、あ、びっくりした。あれもう一人どっか行きます。どっか行きます。あ、くそ、あと少し。お、当たった、落ちた。よし、ここで、あ、あの人速くなるの。あ、キノコスープも。あれ、あの人、あ、あっちか。戦ってほしいな、あの人。すごい逃げますね、あの人。あ、いました。火のダメージ受けてる。危ない。あ、なんか今すごいラウンド。あ、すごい、結構する。あと少し。あ、よし、いける。あ、この人強いですね。よしよしよし、あと一人です。とりあえずキッドヴァンパイアっていうのを取りたいと思います。取れるかな。あ、取れない。あと一人どこにいるの。怖いですね。じゃあ明日行きたいと思います。あ、ちょっとこれ作りたいと思います。あ、この洞窟の中ですかね。マジどこ行ったんだ。急に後ろからとか思った。怖い。あれ、あの人どこ、弱いのかな。あ、ここら辺。あ、ここですかね。あ、ここはやっぱマークの方が強い。で、あれ、何これ。危ない。ちょっと暗いっすね。暗すぎてよく見えない。あれ、あの人どこにいるの。ああ、もうあの人確か強かった気がするんで。鉄フルでダイヤ剣なのかな。ちょっと怖いですけど、なんでそんなの出てこないんですか。じゃあ上に、あ、いましたね、マグマ。はい、これで多分勝てますね。はい、優勝です。はい、ありがとうございます。はい、今回初めてが優勝することができました。それでは
ありがとうございました。